Let's go. 사라빠 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 ということで皆さんサラクボチャンネルをいつも見てくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。何十周年記念でもないんですけど質問コーナーをそろそろやってみようと思って、おサラとか久保に質問があれば、コメント欄にさんどんどん質問を書いていってほしいなって。はいはい、質問ありますみたいな。そう、サラちゃんって結構隠すんだもん。配信ミステリアス系です。他のさ、ちゃんとしたことがあるんです。いつもどうやって生活してるんですか、いつも何やってるんですかとか、そういうのも全部答えてくれる。答えれる範囲で。おお、ベールを脱ぐ、サラちゃんが一肌脱ぐ。え普通に違いよ、サラちゃん。格闘技の質問とかあるかもしれないな。どうやったらジャブが強くなりますか。ジャブって何だ。え普通に、さらに質問ジャブは、この前の手で打つパンチ。ジャブ。アッパー、アッパー。アッパーは本当その技が、くるくるパーンみたいな。これアッパー。それ知ってんじゃん、さらちゃん。知ってるよ、さらちゃん。やるやつ。じゃあ、質問。なんで久保さんの頭と茶色いんですか。先っちょだけ。それが動画を見てくれって言って、過去の。なんでいつも、さらちゃんティッシュ着てんの。あ、僕ね、いつも同じ格好してるんだよ。1枚しかないわけじゃない。これをだから10枚を毎日ローテーションで着てる。だからそれは選ぶのがめんどくさいから。というような感じで、別に普通の質問でもいいし、ちょっとハードな質問でも何でもいいです。はい、何、僕たちはいつエッチできるんですか。分かんない未来のことなんて分かんないし、できるかも分からない。間違えた、順序。まず中でしょ。中の前にまずさ、心の通わせを頑張って、ロマンチックなムードにしたりとか、心のさ、努力をして、ビチューとかでムードを作ってみたりとか。ムード作り頑張るか。アロマキャンドルとか買ってこなくていいから、単純だから。ぎっくり今言おうとした、ね、本当にさ、勝手に来そうじゃん。結構分かりすぎて嫌だ。そういうサラたちへの純粋な質問を募集してるので、みんなしてください。コメント待ってます。いいねとチャンネル登録お願いします。みんな、バイバイ。